大手アウトドアメーカーモンベルの人気商品フィールドハンモックが強度不足であることが発覚しました。対象となるのは木などの支柱に取り付けて使うツリーストラップが付属した2020年5月から販売されていたフィールドハンモックというモデルで、付属のストラップの縫製に不具合があり強度基準を満たしていないことが判明しました。最悪の場合、ハンモックに横たわった状態で地面に落下する恐れがあるとされ、現在メーカーにより使用中止とリコール回収の呼びかけが行われており、モンベル愛用者からは困惑の声が届いております。この方は普段からフィールドハンモックを愛用しており、モンベルは素晴らしい製品がとても多く、これからも壁薄でお世話になりますと意味不明なコメントをしています。当該製品を回収した場合には払い戻しがされる予定で、モンベルはお客様には多大なるご迷惑をおかけしますことを深くお詫びするとともに、何卒ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げますとホームページに記載しております。